そもそも村田さん、甲子園2度出られたというお話あったんですけれども、ちょっとこの野球経歴少し振り返らせていただきたいんですが、2回甲子園に行かれて、で、両方ともメンバー入りもされてらっしゃったんですよね。そうですね。2年生の頃は、レギュラーではないんですけども、代走要員、守備要員として、大事なところで代走行けと言われるような存在で、足をやっぱり武器にその頃から、やっておりました。で、3で、年3生の年頃、時は、レギュラーで、センターで、打順が2番、9番、どちらかなっていうような感じで、やはり足を武器に、プレーしておりました。高校の先輩後輩の中には、今すごく活躍されてる選手もいらっしゃるというそうふうなにんおで伺いすしよ。たんですけど、一学年下に、WBC で最後大谷翔平選手のスライダーをキャッチした中村悠平選手ですね。ヤクルトスワローズの。もう一緒にやられてたような。そうですね。彼が2年生、僕が3年生で、一緒に、彼は2年生からレギュラーでして、一緒に甲子園に行ったというような経歴ですね。いや、でも本当すごいですよね。福井商業で言ったら、もう大体その僕たちが子供の頃に行ったら、もう大体甲子園出てる福井県代表ですもんね。そうですね。今はちょっと苦しんでる時期なんですけども、それこそ私たちの年代といいますか、もう福井商業が甲子園に行くというような時代も、当然という時代もありましたので、その頃は強豪でしたね。やっぱその名門校の中でも村田さんは足の速さを武器に生き残っていかれたというか、もう甲子そう園をでつかすみ取っね。たというか。いや、もう僕はもう本当に、野球センス自体は全くなくてですね、全然打てない。そうですか。バッティングセンスがもうほとんどなかったので、それでもやっぱり足の速さで監督に買われて、使ってもらって、で、そこで、しっかり活躍して、足で活躍して、結構メンバーも部員もたくさんいたんですけども、その中で、レギュラー勝ち取ることができました。やっぱ足が生きるというか、足が使える選手っていうのは、本当そういう意味では重宝されるっていう経験を村田さんご自身も身をもって体感されてこられたような感じですよね。そうですね。本当にそうですね。